こんにちは、ブロディです。ポケモン公式からの期間限定バレンタインプレゼントが発表されました。今日はバレンタインデーということで、なんとポケモン公式から期間限定の配布アイテムが発表されています。こちらはポケモン公式アカウントのポケモン情報局さんのプレゼントキャンペーンで、2万いいね達成で赤い糸、14万いいね達成でラブラブボール2個の配布キャンペーンとなっています。赤い糸はピクニックで卵を作るときに片親に持たせると親2匹の個体値12個から5個を子供のポケモンに遺伝させることができるアイテムです。こちらは高個体値のポケモンを産むのに非常に役立つアイテムです。またラブラブボールはゲーム内ではマリダードタウンの市場でしか入手する手段がありません。競りの開始価格も1個10万円スタートになっておりまして、平均して20から30万かかる超希少おしゃぶになっております。こちらが2個も配布となりますので、絶対にもらい忘れないようにお願いいたします。こちらの配布キャンペーンはどちらも2023年の3月14日23時59分まで1ヶ月限定の配布となっておりますので、皆さんお忘れなきようにお願いいたします。では早速もらっていきましょう。今回の配布方法は合言葉での配布になっておりますので、まずインターネットに接続をしてもらってからポケポータルを選びます。その後に不思議な贈り物、 PR コード合言葉で受け取る、こちらの方に公式で発表されている合言葉のラブラブラブを入れましょう。注意点としましては、こちら O がありませんので、そこの部分は0になります。はい、こんな感じで、ラブラブラブとなるように入れてください。 O がないので0に入れてください、はい、ラブラブボールプレゼント、こちらで受け取るとラブラブボール2個もらえます。これめちゃくちゃ貴重ですので、皆さん絶対忘れないようにしてくださいね。はい、こんな感じでラブラブボール2個受け取れました。ちなみに赤い糸の方はハッピーバレンタインという風な合言葉になってまして、こちらもラブラブボール同様にバレンタインの愛がないので1になっているので、そちらだけ注意をしてください。僕はおしゃぼの類はほぼ使っていないので気がつかなかったんですが、今回入手するのはこのキャンペーンで初めてみたいですね。マリナードタウンの市場で10万スタートって考えると、かなりこれはお得なキャンペーンになってますね。まあ1ヶ月あるのでもらい忘れることはないと思うんですが、1ヶ月あるから余裕と思っているとすぐ過ぎちゃうので、時間がある人は今すぐ受け取ることを推奨します。なかなかない機会だと思いますので、ぜひ忘れないでくださいね。こちらのチャンネルではポケモン攻略動画や色違いポケモンの捕まえ方の動画などを公開していますので、よろしければチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。また Twitch や Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。ではまた何かの機会にお会いいたしましょう。バイバイ。